ふみん、私は苦手なことを他者に助けていただくことが多いし、うん、こと書き方助けていただくことが多いし、はい、うん、誰への敬語これ、はい、その分私が得意なことで役立てたらと思うので、うん、大雑把な人に対して不満には思わないという意味です。あ、ちゃんとやってるのにはないですのことですね、はいはいはい、でも逆に僕は結構なんか会社のゴミ捨て俺ばっかりやってるけどさって、うんうん、俺ばっかりちゃんとやってる、俺ちゃんと電話出るしって思う方なんですよ、うんうん、思った方がいいんじゃないですか。風民さんとかも思わなくてもいいじゃないですか。思わないのであれば私ばっかりやってるのにって感じなんですよね。いや、思ってないけど、もしかちゃんとやってるとしたらね、要はどこで発散させるか、要はこの状態って健全度が高いって話じゃないですか。マウンティングですかマウンティングっていうと健全度が低いですよすいません、はい、あ、もっちーさん、誰々ちゃんちゃんとやれているかな、誰々さんはあれがダメかもしれない、他の人は大丈夫かな、もしかして自分の丸々な発言がダメだったかもしれない、うん、いや、もしかして自分は恨まれているかもな、もしかして自分は嫌われているのかな、いや、考えすぎかな、どうするべきだったのかな、で最初に戻ってのループの感じが多いです。ああ、なるほど、分かりやすい、分かった問題点が見つかった、うん、僕的には、うん、どこかで僕はいいになってるんですよ。はい、僕はいい、うん、いい子、いい子です、うん、最後神様が、うん、神様なのか仏様なのかが、うんうん、ピュッて蜘蛛の糸で連れてってもらえる人です、うん、って思ってるので、うん、ここに自分恨まれてるかなとか、うん、自分嫌われてるかなとかは、うん、そこの不安はないんですね、うん、嫌われてもいいやだし恨まれてもいいやなんですよ、うん、ある程度は。でもクビになるかなとか、まあ、こういう手のいろんなありもしない妄想をするって話ですよね、うん、これはまあ一つの例として、一つの例としてね、うん、失敗するかもしれないとか。でもなんか、うん、なんていうんだろう、やったことに対して、うん、あ、やこれダメだったかなはあるんですけど、うん、そこからなんか嫌われているかもとか、あ、だからそういう恨まれているかもは僕は起こらないんですね、まあ、それはまあ一つの例として、うん、このこれは誰々ちゃんちゃんとやれてるかなっていうところからいろんな妄想をするって話だと思うんですよ、うん、あー、うん、そういう話ですね、うん、もしかしたら私の伝え方が悪かったんじゃないかとか、なんかうまくできてない、伝わってないんじゃないかとか、なんかそういうもしかして嫌われてんじゃないかも含めて、なんかいろんなことをこのちゃんとやれてるかなっていうところからいろんなマイナスを考えてしまうみたいな。このループどうやって脱却しますの回として、僕は認知療法って話ですよね、さっき。あ、本当にちゃんとできてるのかって確認すればいいし、ダメかもしれないかどうかも確認すればいいしみたいな話ですよね。他の人は大丈夫かなって言ったら確認したらいいしみたいな。でそれ自分が心配することなのかなとか言い返すのはなんですけど、うん、そこで聞いちゃうと、うん、ダメだった時どうします。何をですか。ダメって言われたら、ダメって言ったらやったらいいんじゃないですか。やるのめんどくさいじゃないですか。それ聞かないと後からダメですよねだったらもう僕はだから初めから聞かないですよ、そんなのそのダメだったら言ってくるわどうせ。そうすると、うん、ずっと悩むんですよ。で最終的にダメが来るんですよ。とどめが来るわけじゃないですか。そこでもうそれ知らないってやれるんだったら、悩まなくて最後にダメって言って落ち込む。でもそこでやろうって。だけどこのタイプの人はそこからずっとダメって結論が来るまでずっと悩み続けるんですよ。あ、大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かなって。だったら確認した方が早いんじゃないのみたいな、何がダメなのかをちゃんと分かったらいいんじゃないのみたいな。なるほど。っていうのが多分認知療法ですよね。体調どっち派ですか。ダメでもいいじゃんですよ失敗したらやり直せばいい僕はなんかこっちの気持ちも分かるんですよ、うんうん、ループの気持ちも分かるんですけど、うんうん、やっぱどこかでこっちなんですね、うん、でもこのループ一辺とはやっぱりちょっと苦しいですね、うんうん、だから二等辺両方ある感じはありますよね、うん、ありますあります、うん、あります。でもどっかでそれをこう行ったり来たりしてる感じが、ああそれはありますバーッと行って戻ってくるみたいなそうですね、
あのスラムダンクを見てなんだ気持ちじゃんって、はあ、でそういうのになんか小説とか絡んでそうな本を読んで、でも本を読んでこっち行ったりもするし、するし、そうですね、はい。もっちひろさんの自分の発言がからループがしてますね。あ、この例がですね、うんうん、なんかダメだったかもしれないから、もしかして恨まれてるかもしれないに発展してとか、はいはい、もしかして嫌われてるのかもとか、いや考えすぎかなとか、なんかそうやっていろんな妄想がここから、これだとここからスタートするよねみたいな、うん、あ、この花、うん、じゃないですか。なるほど。いろんな妄想をするとか取り越し苦労しがちなのはその通り、うん、風味に、うん、いやありますけどねいや何が言いたいですか。そういうタイプですよって話ですよねあ、で僕はごめんなさい、うん、この今、はい、動画を編集するにあたり、はい、こうするといいよが言いたいんですよ、はい、で、あの何回かそのどっちか捨てればいいんですかって自分で言いながら、うん、できるわけないじゃんなんですよね、そんなの、うん、だってそれが自分なんだもん。それが自分っていうのは誰が決めたんですか。で決めてなくて、うん、このタイプを知ることはそれにこだわらなくてもいいよって話なんだけど、うん、その話のこの今日の回の途中でね、はい、結局自分で多分このままずっと行くんだろうなって思うと、うん、多分もうこの気分と付き合っていくしかないんだろうな、まあ、変われるかもしれない、人は変われるとも言いますよね、はい、一晩で変われるとも言いますよね、うん、三つ子の魂100までとも言いますよね、うんうん、どうやって変わります、まあ、辛いんだったらそのこの妄想をやめたらいいって話ですよね。で、あ、でループすると申し訳ないけど、はい、妄想やめるには聞いてみればいいじゃんっていう、うん、あ、まあ、ちゃんと具体的にしましょう、認知療法が効くよっていう流れじゃないですか、この人たちなるほどがそうやって盛り上がってた感じ。分かった、はい、僕は多分この流れに従いたくないんだ自分の自分のやつを言いたいからだ。なるほど、はい、悪いとこまで自分だったらこうするって、はい、でもあなたタイプ違いますよねって話じゃないですか。もう僕の悪いとこがねずっと今日出てますね、申し訳ございません、はい、反省。 NY がそういう妄想に近いものをピックアップしていく感じかな、うん、そうなんでしょうね。言いたかったことを言わなければそれはそれで言ってればよかったかなとなりますから、うん、言うだけ言ってコミュニティに、益があればよしと納得するしかないと、うん、え、もうこんな時間、ありもしないのではなくありえそうなのがミソですねと。他人の発言に対して自分自身が思っていることを鏡写しにしているわけなのでと、うん、あ、多分自分が思ってるんですよ。僕がよくやるやつですね。あの言い方きつかったかもしれないなとか、はい、他人が思ってるっていうよりは自分が自分の行動に対してあれちょっと言い足りなかったかなとか、あ、僕のと違ったで、ありえそうなことをいろいろ妄想するみたいな。いや、この自分自身が思っていることを鏡写しにしてるっていうのが、うん、はい、僕の場合結構怒りの時が多いので、あ、ちょっとうまく言えないごめんなさい、はい、自分ですらそう思ってるんだから、うん、相手もそうなんじゃないかという投影があると、うん、自分ですらそう思ってるんだから、このあの言い方が悪かったんじゃないかって自分ですら思ってる、はいはい、から相手もきっともしかしたら伝わってないかもしれない。自責の人、自責、あ、だから自分がそうやって想像しうる、自分でさえそう思ってるって話ですよね。僕がよくやりがちなのは、うん、あいつあんな言い方しやがってさ、うん、っていうのは、うん、僕が多分そうやって言ってるからあいつがそういう言い方をしてるんですよね。僕の反省点としては毎回、うんうんうん、この人は、うん、私言い過ぎたかなって言ってるんですよ。そうですよ。で、私言い過ぎたなって思ってるから、はい、きっと相手は嫌な思いをしてるはず。だから嫌ってるかもしれない、怒ってるかもしれないとか、あ、それは私の言い方足りなかったかもって思ってるから伝わってないかもしれないとか思うわけじゃないですか私の言い方が悪かったせいで伝えたいことが伝わってないかもしれない。で、今亀井さんから来たのは、うん、相手の物言いに腹が立つ機会があるから自分の物言いに相手が腹立てるかも。文章は難しいです。相手の言い方に、僕みたいな話ですかね、うん、ヤンバルさんのは僕の話ってことですね。そうですね、はいはい、怒りというより不安、この INFJ、はい、
ネガティブループの問題、はい、なんとかなりますですよ多分。僕の中ではなんか、はい、もうちょっと相手のこと相手のこと、いや自責ばっかじゃなくて、うん、ちょっと相手を責めたらって、相手が悪い時もあるよって、これダメだった、いやどうなんでしょう、相手が悪いことはあるようは思ってるかもしれないですよね。あそこまで成人じゃないし、多分そうやってさっき言ってたような自分ちゃんとやってるのに周りの人ちゃんとやらないみたいなのもあるんじゃないかなと思うんですよ。でも多分この人はあるって言わないですよ、それを言わないだけであるんじゃないかなって、でイライラするとかストレス抱えるとか、うん、もっとなんか悪いとこ出せばいいのに、で悪いとこ出すと、わ私あんな言い方しちゃったってあのねネガティブループに入るみたいなあのバカは晒した方が楽ですよって思ったりするんですよ、うんうん、できない、あこれもちょっと汚いんですけどね、うん、できないよう先に出しといて、うん、あまあまあでもできないよって言いそうな気もしますけどね、この人僕のとちょっと、まあ、そうそうそう、それなんですよ、言いそうな気はしますけどね、僕そういう時多分できるって言いますもん、僕は全部できるって言いますよ大丈夫やれますって全部言いますけどねこの辺ね、親友発言についてはそう、あの先ほど の、うん、あのモッチー、モッチーのループになりつつあると、うん、で考えすぎかなまで今やっと来たと、うん、じゃあまたスタートに戻るんですね、スタートに戻るんじゃないですか、はい、いってらっしゃい、はい、山さんごきげんよう、ごきげんよう、勇気を出してムカついた時には今の言い方ないよねと言ったり、うん、言い過ぎた時にはごめんねきつかったねと言えると楽ですね、うん、まあその場で解決ですよね、僕、うん、で体調みたいにごっくんしてポイってできれば楽なんですよ、はい、あ僕ごっくんし、僕あどうぞ、僕は僕でもこのタイプじゃないからあんまりいいです僕あの今の言い方きつかったよねって時は、はい、戦闘開始ですからねあ自分の自分のが出てくる時ですね、出てくる時、今の言い方きついよね、今の言い方ないよねって時はもう戦闘モードですよ完全になるほど、はい、だから僕がこのセリフ言った時はもう注意ですよ、ゴゴゴゴゴゴドカーンの時ですか、はい、相手にごめんねって言わせるまで叩きのめすモードが出てくる、タイプが違うといろいろありますねだから僕の話は今しない方がいいかなって、なるほど、そう僕はなんかもうこの場で解決が、はい、INFJ さんにとっては、うんうん、ちょっと勇気を出して、はい、その場で解決、うん、っていうのがネガティブループに陥らないコツですねっていうので、うんうん、動画が1本、はい、プラスできるかなっていう、うん、皆さんいかがでしょうか、いかがでしょうかと、はい、モッチさん、なんというかこのままだと良くないこと起こりそうとかなんかまずいことなりそうっていう時にうまく言葉を選べずに伝えきれない時があるんですと、その後にもしかして自分の言葉で勘違いさせたかもって不安になってループが開始、他人が腹が立つというより何か良くないことになるという予想をうまく伝えられないことが起因で思考のループが始まる感じですと、うん、わかりますまあ今までの話ですよね怒りとかではないですよって話、そうで僕はなんか、うん、いやもう怒ってもいいじゃん怒ってもいいじゃんって言うけど怒ってないですね、別に怒ってないです不安、あなんかまずいことになるんじゃないかとか怒らせたんじゃないかとかじゃないですか、うん、っていうなんかありとあらゆるいろんなネガティブをいろいろ妄想する、僕より大変な人なるほど、自分がどうしてもできないことを責められたら嫌だから人にも言わないっていうのがあります、うん、まあそうですけど、だからまあいいじゃんですよ、うん、うん、でも番組の終わりがそれでいいんでしょうか、これでいいのだ、老子で終わればいいんですよ